いやーランセ,ランセどうもミスター・ブシドでございます。本日は光る君へスペシャルということで藤原ファミリーの解説をしていいいいきたいと思いますは大、い、河ドラマ「光る君へ、まあ、平安時代の物語」ということで藤原氏が、まあ、いっぱい出てくるわけですよね。藤原の何々藤原の何々藤原の何々藤原ばっかで覚えられませんと、ね、困りましたという方ね多いと思いますけども、まあ、確かに名前だけ見ると藤原だらけで混乱しちゃうんですがこれ皆さんねそれぞれ えー、このキャラクターがすすすすごごくくああります個性がすごくあるんですよねなので今回は、えー、藤原の道長、まあ、彼を中心とした彼の家族をご紹介いたしますので、まあ、それぞれがねどういった個性を持った人物なのか知っていただければと思います、まあ、個性を知れば名前がね同じ藤原でも磨きがつくようになると思いますので是非大河ドラマをねこれからご覧になるという方はこちらの動画で予習していただきたいと思います本当に面白い一族ですそれでは行きましょう藤原ファミリー解説です さあまずは剣忘術数を巡らせる道長の父藤原の兼家でございます彼はですね藤原氏九条流諸助の三男ということで、まあ、めちゃめちゃ名門です、まあ、藤原氏って言ってもいろんなこう流派が、まあ、あるわけですよね、まあ、その中で、えー、もう名門中の名門九条流の人間だということですね、はいまあ、何がすごいのかっていうと天皇の摂政関白 を務める、まあ、家柄の出身とということなんですね藤原氏だったら誰でもその摂政関白っていうのができるわけじゃないんですよこれはもう選ばれし血筋の人間だけがまあできるわけですね、はいまあ、そこの出身なんです。で彼はですね、まあ、三男っていう立場であるんですがアンナの変というですね、えー、当時の貴族の源の貴明という人が失脚する事件が起きるんですね。 源の高明、まあこうね、源っていうのは、まあ、すなわち源氏ということです。もともとは天皇の一族、皇族だったわけですよね。皇族の中から進化、えー、に下るという親戚皇家というものがあるんですけども、皇族の出身の人間がこの源氏とかね、兵士とかいうのを、まあ、名乗ってるわけなんですよ。まあ、この時代、平安時代の源氏っていうのは、戦国時代とかのものに比べるともう比べ物にならないぐらい、えー、とても、まあ、貴重なね、えー、こう存在だと思っていただければいいと思います。 そんな源高明が失脚した「アンナの編というのがあるんですがここでこの藤原の金家が実は黒幕だったんじゃないいかと言われています源高明が謀反を起こそうとしているっていう嘘の噂を流して彼を失脚させたんですねなぜそんなことをしていたのかというとこの時の次期天皇候補にこの冷泉天皇の兄弟で、えー、森平親王と為平親王っていうのがいました。 で、この源隆明の娘が民平親王のところに、えー、妻としてね、入っていたわけなんですね。で、逆に森平親王の方にはこの藤原の金家の娘秋子が妻として入っていたわけです。だから将来の妻候補ですよね。民平の方が次の天皇になってしまったら源隆明が非常に強い力を持ってしまいますので代々、乾白、摂政を務めてきた家柄の,この藤原の金家は自分の娘が とついでいる森平親王に次の天皇になってほしいのでこういう嘘のね噂を流して、えー、源隆明を失脚させたのではないかというふうに言われていますもともとが三男というね立場ですからやはりこういうねいろんな健忘術数を使ってなんとか出世しようとしていたわけですこうして安奈の辺で源隆明を失脚させると次の天皇は森平親王が遠雄天皇として、えー、即位することになります しかしこの金家がすぐに摂政をするということはできずにですねこの金家の兄たちこれただそれから金道という人たちが摂政を関白を務めていきましたでこの金道が非常にですねこの金家と仲が悪かったというところでこの金家は冷遇されてしまうんですね。なんと金道は自分がもう長くはないともうすぐ病気で死んでしまうってなった時に自分の弟の金家ではなく別系統の 宮流っていう方の藤原氏ですね彼らは九条流なわけですから、まあ、本来だったら同じ九条流の中でこのね摂政関白を継承していったらいいのに別系統に譲っちゃうんですね。藤原の頼田といいう人物に官白を譲ってしまいますこれによって兼家は圓雄天皇の次の天皇火山天皇の代にも摂政関白になる道が閉ざされてしまったんですがこの火山天皇の時代に。 何とでもです、ね、自分が摂政になりたいということでこの火山天皇を出家させてですね次の天皇一条天皇の摂政になるためにいろいろと画策したと言われております火山天皇は冷泉天皇の子供だったわけですけどもこの火山天皇がいなくなったら次の天皇は一条天皇すなわち圓雄天皇と自分の娘昭子の王子ですね。 一条天皇が即位することさえできれば自分は外祖父つまり天皇のお母さんのお父さんとして、えー、摂政になることができるぞということでもう一刻も早くこの火山天皇にやめてほしかったわけですね。で息子たちをうまいこと使って火山天皇が自分の女房妻をですね失って悲観に暮れている時に出家しましょうっつってね出家して天皇やめましょうっていうふうにおすすめして、まあ、結構強引に。 大尉を進めてですね一条天皇を即位させたという人物でございますそして念願の摂政となった金家は今度は自分の息子たちが自分の、ね、地位を万弱に継いでいってもらうためにいろいろといろんなね、えー、術数を巡らせると、まあ、そういう人物でございますもう最初からですねもうドロドロとした出世争いがね行われているわけでございます だそんな金家の長男道隆も父に負けず劣らずの健忘家でございましたさあ道長の長兄道隆はですね父金家が亡くなるとその後を継いで官白となり強引な手段で自分の基盤を固めていきますまず娘貞子を立候補して4校並立という前代未聞の状況を作りましたこれってどういうことっていう話なんですが当時はですね基本3校なんですよね 先,々代皇皇大大先代の天皇の皇后太皇太后先代の天皇の皇后皇太后そして現役の天皇の皇后この3皇なんですよね基本はそこに無理やりもう一人皇后入れるぞって言って自分の娘を立皇したんですねこれは非常に強引なやり方でした、まあ、当時はですね天皇の妃の呼び方として皇后と中宮 というね二つの呼び方がありました。まあ宮っていうのはねその天皇のお住まいですからそこの中に入るっていう意味で中宮ですかね。で、えー、その天皇の妃ということで皇后。まあこの二つの呼び方は一つの意味だったんですよね。それをですね満田が分離させたんですよ。どういうことって話なんですけども、皇后と中宮二人いてもいいじゃないかってね別々にしよう。だから今のこの天皇の妃は皇后で自分の娘貞子はもう一人の皇后ってことで中宮だと言って。 それまでになかったた並列を実現したんででですすめめちゃめちゃゃ強引ですよねでもこれぐらいの手を使ってでもこの自分の家、えー、後に中野関白家と呼ばれますけどもこの中野関白家の基盤をですね確かなものにしたかったというね野心家だったわけでございます。さらに貞子だけではなく次女の元子もですねいやさだい親王王とう別の王子にらせていますこれはどういうことなのかというと貞子が受代した一条天皇と別系統の将来の天皇候補なんですね。 この時は霊勢天皇の次に弟の遠雄天皇が天皇になった頃でこう兄弟で系統が分かれてしまったんですよね霊勢系と遠雄系、まあ、両党鉄律ともね言いますけども二つの家系でまあ天皇がこう順番順番でやっていくみたいな流れになっていたんですねなのでもし一条天皇が崩御して次の天皇を選ぶとなれば今度は霊勢系の方から天皇が出るわけですねなので霊勢天皇の王子である癒さだ神に自分の次女元子を を入れたわけですね。こうすることによって、どっちの系統の天皇になっても、えー、摂政を官白として政治に深く関われるぞというね、そういう状況を使ったわけですね。もう非常にこれはまあ、合理的ではありますけども、まあ、もしかしたらね、当時は勘かんを買ったかもしれません。何としてもこの権力を手放したくないというところがあったわけです。さらに自分のこうコレチカを急速に 昇進させて、まあ、自分に万が一何かあった時にでもですねこのしたしかしなかなか貞子にですね王子が授からないと、まあ、それもそのはずこの貞子が一条天皇に受代した時一条天皇は11歳だったんですよね。 そんなすぐに子供は作れないでしょうというところなんですが、まあ、なんとかね早く子供を作ってくれ私が生きているうちに子供を作ってくれとね思いながらあ道高はですね病に倒れてしまいました、えー、なんとですねこの道高の全盛期は関白就任からわずか6年しかありませんでした道高はまアルコール中毒でもあったというふうに言われてますね糖尿病現代でいう糖尿病のような症状で亡くなっていったと一生懸命ね自分の この父金家から継いだ基盤を固めようとねあの手この手で前例さえも破ってですねいろんな四項並立などもしたんですがわずか六年でねその夢は破れてしまったというわけでございますそしてそんな道隆の後を継いだのがその弟道金でございましたこの道金は一条天皇が即位した時の最大の功労者と言われております もともと火山天皇に仕えていてその火山天皇が女房を失った時に出家した方がいいですよというふうにねそそのかしたあその第一人者がこの道会にだったと言われております、まあ、つまり道のの働きがななけければ一条天皇の即位もなかったわけですねそして自分は一条天皇の即位に、まあ、尽力者にもかかわらず、まあ、兄のね道隆の方がまあ高い身分を得ていたので、まあ、悔しい思いをしていたんですが思わぬ兄の急死によって待望の関白になることが できましたこれは道隆の息子コレチカによる関白の世襲を阻止したいという周りの思惑も強かったようです道金自身は自分が兄の後を継いで関白になった時点でもうすでにですね重い病にかかっていたとも言われています、まあ、ただあこの、ね、コレチカが不人気だったりとかそれから一条天皇の母にあたるア子などがですね、まあ、コレチカに継いでほしくないというところから の道金にね、えー、病気重いのは分かってるけどやってくれということでこれちか接種を阻止するためにですね感覚、えー、へと就任することができたという側面もあったようですそういった事情があったため道金は間もなく病死してしまって、えー、あまりにも短い感覚だったため、えー、世間からは七日カ感と呼ばれるようになってしまったというちょっと悲しい人物ですね去年は三十五歳だったと言われております はい、なのでこの平安時代は戦国時代のようにバンバン戦で人が死んでいくっていうねことはないかもしれませんけども流行り病とかそういったもので次々と病でね人が死んでいくのでちょっとですね、えー、こう重たいお話にさあそしてえ続きましては先ほどからお名前が出ておりました藤原道隆の子コレチカですね。はいまあ、このコレチカが 後に藤原道長と権力争いをするというねことになります道長のライバルと言ってもいいかもしれませんその監視の才能はひるいなしと言われるほど非常に優秀な人間だったと言われておりますただし権力欲の強さゆえか若さゆえかやることなすこと何もかも強引で非常に朝廷内では不人気だったそうです そのため父道高亡き後関白を私が継承したいというふうに言ったんですが一条天皇から却下されてしまいおじにあたる道金が関白に就任したという背景があったわけですねしかし道金亡き後の摂政関白の座を狙って道長と熾烈な権力争いをすることになるんですがそこで大きなトラブルを起こしてしまいますそれが火山法王を襲撃したという超得の変でございます一体なんでそんな法王を 襲撃するということになったのかというと、この時、えー、藤原のコレチカには恋人がいました。その恋人は今は亡き田上大臣藤原貞光の娘、えー、三の君と呼ばれる女性です。この三の君のところに火山砲王が通っているというふうな情報をコレチカは聞きつけて、まあ、つまり嫉妬によってですね自分の恋人に手を出そうとした千の会っていうことでこの火山砲を襲撃したわけです。 まあ、しかし実際は火山法皇が通っていたのは3のののの君君ではなくてその妹の4の君だったんですねだからまあ同じ、ね、家に住んでるところに通ってるから「あんにろう」ってねうちの恋人に手出しやがってっていう風に勘違いしてしまったんでしょう。まあ、これもこれちかのね若さゆえの過ちということなのかもしれませんが、まあ、最初はですね火山法皇をねちょっと脅かしてやろうということで。 自分の従者の中で弓のね扱いがうまいものを呼んできて火山砲皇の近くに弓矢を放って驚かせてやれというふうに言ったんですがまあその矢がですねで一説によると乱闘騒ぎが起きて火山砲皇の従者2名が首を切り落とされるというですねまるで武士たちかのような殺し合いにまで発展してしまったとまあそんな大事件だったわけです。それ以外にも自分の収入を阻んだ 秋子を呪詛しているという噂や大元の法と呼ばれる自分の敵を重複する、まあ、呪いの儀式ですねえこういったことをしていたと、まあ、本来この大元の法というのはですね天皇だけが行うことを許された儀式なんですけどね、まあ、それをこのコレチカがやってしまったとか、まあ、そういったいろいろなあ噂が出回ったことでですねえついにコレチカは流罪が言い渡されるということになりました。 まあそさんざん逃亡したりとかねいろいろ問題を起こすんですが最終的には都を追放されてしまいます。翌年御社が出て えー、朝廷に起算することが叶うもですね、まあ、その後も道長との、ねえー、権力争いは続き、まあ、最終的には道長の娘彰子が生んだ王子、えー、厚平親王を、まあ、これちかの周囲の人間が受訴したという話が出てきてしまって、まあ、その責任を追及されて、えー、朝廷にまた出資できなくなってしまうとかね結局道長の息子でありながら栄光をつかむことができなかったというちょっと悲しい人物ですね。 ただいろいろとね不幸にはあってるんですけど本人には非常に才能があったと言われてますしね美男子でもありますからあ光る君への中でねどんなキャラクターに仕上がっていくのか非常に楽しみな人物でもあります。さあ続きましては一条天皇の時代に非常に重要な存在となった国母藤原の明子でございます兼家の娘で英雄天皇の三人目の后でございます。英雄天皇皇のの一人目の妃皇后はですね え藤原のの金道の娘照子でした、はい、ここもねちょっとまた藤原の人いっぱい出てきてややこしくなるんですが金道はそうです一番最初に紹介した金家のお兄さんで、まあ、金家と対立していた人ですね。はい、でこの金道の娘照子がいたんですがこの照子が早くに皇居亡くになってしまいまいすそして、えー、その他にですね小野宮流の藤原の頼忠の娘、えー、信子おそして、えー、この昭子が、まあ、女御としていたわけです。 テルコとの間にはまだ王子が生まれていませんでしたので遠遊天皇は次の自分の王子を産んでくれる相手として小野宮流頼忠の娘信子か九条流金家の娘明子かこのどちらかを選ばなくてはいけないという状況になったわけですね、まあ、そんな中、まあ、遠雄天皇にとってはですね。 圓雄天皇にとっては非常に難しい選択なんですがこの妃を選ぶということは将来自分を支えてくれるうこの妃たちの父親を選ぶということでもあったわけですね。そんな状況の中で明子は自分にとってはあ名であり身内なのでまだお野宮流であまり自分とはあ血縁的に、ね、近しい関係のない,い頼忠の娘信子よりもお明子の方がいいんではないかということで最終的に圓雄天皇は明子を選んだと。 いうふうに言われています。なのでえー、まあ非常に政治的なあ背景があった上でのこの妃選びだったわけです。そのためこの明子と円融天皇の間に後の一条天皇康仁親王があ誕生した後はですね円融天皇はあ明子に興味を完全に失ってしまって、えー、交渉が断絶してしまいました。明子は円融天皇があ自分に興味を失ったことを嘆いてまあいろいろ悲しみの和歌をね残したりとかしているんですけども逆に 圓雄天皇はその和歌にね返信をしていないという,もう明らかにですね一条天皇が即位した後はですね天皇の母として非常に重要なポジションに就くことになるわけですが一つね面白いエピソードがありまして一条天皇を春日大社に行幸させるかどうかっていう話の時にこの秋子が活躍した話があります。 これどういった話なのかというと春日大社っていうのはあ藤原氏の宇治神様を祀っている自社なんですよね、春日大社というのは。なのでこの明子の父金家はどうしてもこの春日大社にですね一条天皇を行幸させたいとつまり一条天皇というのはこの藤原氏と密接に関わっているね天皇なんだよっていうことを世間にアピールしたいので春日大社にどうしても行かせたかったんですね。 ででもですねこの一条天皇の父である遠勇上皇はですねいや一条天皇は病弱だからその、ね、京都の中だったら山城の国の中だったらまだしもそう奈良ですからね春日大社っていうのは大和の国までそんな遠くまで行かせたくないよとまたそのね藤原氏の力がどんどん強くなっていくというのにね危機感を抱いていたというところもあると思いますけどもそんな春日大社なんか絶対に行かせたくないと言って金家と遠勇上皇は対立するんですね。 その時この時こはです,、ね天神様まあ、すなわち菅原道真公ですね太宰府の天神様から選択を受けたということで絶対にに春日大社に行った方がい,いとでこの菅原道真っていうのは非常にその恐れられている神様でもありますからその天神様が言ってるんだから絶対行かせた方がいいというふうに主張してこの春日大社の行幸を強行したということがあったわけですね。もしかしかたたらら反対するるを黙らせるために まあ金家がねいろいろと仕組んだことなのかもやらせなのかもしれませんけどもそういった、まあ、あまあそういったねスピリチュアルなあ事象がねどんなふうに大河ドラマで描かれるのか楽しみですね。そして、えー、父金家亡き後関白となった兄道隆の遺構で昭、えー、子は東三条院という女院号を与えられました。 まあ、女性が陰号を与えられるというのは、まあ、中世では当たり前のようにねよくある話ですがこれもまた当時は前代未聞だったわけですねこれには道高が強引に行った皇后が四人いるのはおかしいっていう話の中でねじゃあ,あこの明子には陰号を与えてね出家してもらいましょうみたいなね、まあ、ちょっとこう無理くりねそういう問題じゃねえだろうっていう話でもあるんですけども、まあ、出家してもらって東三条院というね 印号をつけて、まあ上皇とまあ同じようなこう立場になって、まあ政治的にもまあ非常に重要なあ位置にこのア子を置いたわけです。まあとにかくですね、このまあ父や兄のまあ政治的な動きに非常にこう影響を受けたあ女性だったということがわかりますね。まあただこのア子自身も一応天皇の母として、まあ政治には深く変わっていて、まあ特にですね、弟の道長のことがまあお気に入りだったみたいで。 兄道隆亡き後はその道隆の子供コレチカではなく道中の方を関白にね、えー、しようといろいろと動いていたみたいですそのコレチカが父の後を継いで関白になりたいよっていう話をした時にそれを阻止するために時系の道金がに割って入ってて入きましたよねその時道金は病気だったという話を先ほどしましたけどもだから明子は当然分かってたわけですね道金が道隆の後を継いでも多分長くはないだろうと。でででももそれ良かったわけです弟が を摂政を継いでいくよという前例をしっかり作っておけばその次はまたさらに弟道長に関白摂政の、ね、座が渡るだろうということを計算してですね道隆の系統に接取させずに道長が将来摂政を関白につけるように、まあ、そのルートを作ったのではないかというふうにも言われています。 まあその証拠に道長の娘、えー、少子ともこの秋子はめちゃめちゃ仲が良くて和歌のやり取りとかをしている記録が残っているんですよね逆に道高の娘で一条天皇の最初の妃になった、えー、貞子との間にはこの秋子との和歌のやり取りとか全然ないんですよなので秋子は兄の道高ではなく弟の道長とその家系を非常に可愛がっていたということがわかりますね果たしてこの子弟の絆が あ、光る君はどんな風に描かれるのか楽しみでございます。さあ、そして藤原道隆の娘一条天皇の最初の妃貞子でございます。はい、運命に翻弄された悲劇の皇后ですね。この貞子は道隆により、ただ14歳で立候補されました。 先ほどもお話ししましたが一条天皇はその時十一歳だったので、まあ、一刻も早く道高はこの、ね、一条天皇との間に王子を作ってほしいという強い思いがあったんでしょう、まあ、しかしなかなか十、ね、一歳と十四歳ではまともな、ね、夫婦生活というのは送れなかったのではないでしょうか、まあ、そんな佐渡子のもとにはです、ね、多くの教養人が集まったことでも有名でありますあの聖書納言もこの藤原の沢子のもとで枕草子を書いております 枕聡子には貞子が一条天皇に受代してからの,この中野関白家の栄光の日々を綴ったという、ね、側面もありますからね、まあ、こういった教養人が集まったのには貞子自身がですね非常に教養のある人物だったからではないかと言われておりますこの貞子の母高階の高子はですね監視の技量が非常に優れた人物で「波の男」ではかなわないと言われるほどの文才を 持っったた女性だったそうですでさらに祖父の高階の成忠も、まあ、学者として有名だったということで、まあ、学者の血を引いいてる女性なんですね、はい、なのでそういった貞子のもとにはあ多くの教養人が集まって、えー、枕草子のような、まあ、素晴らしい、ねえー、歴史に残る文学が生まれたというところがあったわけです。 しかし時代からわずか6年まだ王子も生まれる前に自分の後ろ盾であった父道隆が亡くなりさらに兄であるコレチカも長徳の変によって失脚してしまったので後ろ盾が一切ないという状態になってしまいましたそこで貞子は世をはかなんで出家してしまいましたしかしその出家の直後に皇女を産み さらにその後第一王子厚安親王を生んだというところでまあいろいろとね今後問題がねね大きくくなっていくわけです、ね、この厚安親王の誕生は、まあ、周囲からはですね全くこう喜ばれていないという、まあ、祝福ムードがね全くなかったようです。というのも厚安親王にはもう彼を貢献してくれる、まあ、有力な政治家がいないわけですよね。 外祖父であった道高ももう死んでしまっていますし、えー、叔父である是親も失脚しているという状況なのでねなので非常にしかも貞子自身が出家をしていますので出家した女がなんで王子を産んでるんだっていうことで、まあ、周囲の風当たりもすごく強かったみたいですね非常にかわいそうでございますただ一条天皇からは非常に愛されていたんでしょうさらにこのあと第二皇女美子内親王を出産するんですが ま、出産後に体調を崩し、そのままあ崩御をしてしまいました。わずか25年のま生涯だったという風になっております。いや悲しいですね。自分が亡くなる時、まあ、王子のね。行く末を非常に心配したのではないかなという風に思います。さあ、そして今回の主役まあ、主役は紫式部なんですけどね。ドラマの方はね。まあ、た、この藤原ファミリーの中での主役藤原道長でございます。はい。 えー、まさに映画を極めた人物なんですが、まあ、ただそれだけではなく王朝文化の発展にももした人物とも言えます藤原兼家の子なんで、まあ、兄弟の序列でいうと、まあ、かなり下の方になってしまうわけですが兼、まあ、家があものすごい勢いでね頭角を現していったので、まあ、それに合わせて23歳という若さで苦行となり、まあ、当時としてはもう異例の出世を遂げております。若い頃からのスーパーエリーパリトだったわけですね 妻には源氏の女性を迎えていて源の智子に求婚し二男四女を設けていますすごく子たくさんなわけですねこの智子の父源の正信はですねこの道長がいくら藤原氏の人間とはいえ金家の子なんですから将来を心配してそんな奴とは、ね、結婚するなというふうに反対したそうなんですが智子の母がですね普段からこの道長の様子を見ていて非常に才覚があると ただならず見える君であるというふうに言って、えー、結婚を承認したなんていう話もありますでこの智子以外にも別妻でもう一人妻がいてかつて、えー、父金家が失脚させたあ源の高明の娘、えー、明子でありました。でこの明子との間にも4人の男子2人の女子を設けています。 だから2人の妻合わせて12人子供がいるわけですねいやーもう絶倫でございますね、はいまあ、とにかく,小だくさんな人でもありましたそして一条天皇の時代には娘少子を受代させてでこの時期に紫式部のパトロンとなってですね光源氏の完成に尽力したというところがあります。 この紫式部を講演した経緯については紫式部の解説動画の中で、ね、詳しくお話ししていますがいろいろとこう政治的な理由も多くありましたが、まあ、結果的にこの「源氏物語」の制作にあたって王朝文化が、ね、大きく発展したというところがありますので、まあ、そういった文化面での貢献をすごくです、ね、評価する研究者の方もいます。 なののでこの藤原の道長の評価というのはですね、まあ、見方によって大きく変わってくる部分があると思いますので、まあ、これまたどんな解釈でねドラマで描かれるのか楽しみでございます。そして、えー、一条条天天天皇皇皇御後の次の次三条天皇とは激しししく対立しました、まあ、これは三条天皇自身がですね即位した時点ですでに36歳というですね年齢だったので別に藤原氏に頼らなくても,もう俺は政治ができるんだと。 天皇の申請をやるぞということで非常に張り切っていたためですね、まあ、道長のような存在は三条天皇にとっては邪魔だったんですね、まあ、そういった経緯もあって三条天皇は自らの皇后にですねもともと天皇に即位する前の女後をまあ愛人という言い方するとあれかもしれないですけどね、まあ、そんな妃になるような身分ではなかった女後の意思をですね えこう強引に立候補するつまりま自分でキサキも選ぶぞというようなね、えー、ことをしたためにですね、もう道長も三条天皇をま突き放すように、えー、距離を取るようになってしまいましたなので道長は三条天皇の時代には漢博にすらなっていないんですね漢博への就任を辞退したというふうに言われています三条天皇は道長とは別系統の小野宮流の 藤原実助を頼りに政治を進めていこうとしますが重い眼病にかかってしまい最終的には退位するということになりそしてその次の天皇にこの一条天皇と彰子の王子五一条天皇が即位することで再び道長には栄光の日々がやってくることになるわけでございます。五一条天皇の摂政となった道長があの有名な「この世は我が世と図を思う望月のかけたることもなしと思えば」と。 歌を歌ったということはあまりに有名ですね。まあ、このようバーっていうね。この歌にはいろんなね。解釈もありますけどね。まあそんなね。すごい本気だったわけじゃなくて、まあすごく今ノリノリだから、俺最強だぜみたいなノリでね。歌っちゃっただけだよ。とかね。あと、この世話の世がこの世の中の世ではなくて、ま望、あ、きっていうね。えー、こう。キーワードにもかかっている。まあ、夜の方のこのようばつまりこの一夜だから今盛大なね。宴会をしているとご一条天皇の。 時代になって今この盛大な宴会をしているこの夜は自分の夜だと思うぜぐらいのそんな意味なんじゃないかとかねいろいろ言われてますので、まあ、この道長がねあまりにも絶頂を極めて独裁権力を誇ったというようなね、まあ、見方をするのも違うのかもしれないというところでいろ、まあ、んな解釈のしがいのある人物なんですね。 まあなので、まあ、先ほども言いましたが、ドラマでね、どんな風に描かれるのかすごく楽しみでございます。紫式部とともにこの道なの生涯を追っていくというのも面白いんではないでしょうか。そして最後、ちょっとね、まあおまけみたいなねことになっちゃうんですが。 道長の処刑、つまり腹違いの兄ですね無能で有名な藤原の道綱を紹介しておきたいと思いますひどいなと、無能で有名でひどいなっていう話なんですがまあ、これはですね、この道綱の母親が道長とか道隆とは違うお母さんなんですよね金家の制裁ではなくて別妻、裁、まあ、身分も低いですね、あまり大事にされてないそれこそまあ愛人のような存在の妻から生まれたのが この三ツナだったんですねただこの三道綱のお母さんは「かげ日記」という、まあ、女流文学の、ね、先駆けとも言われるような、まあ、貴重なこう日記を残してますので、まあ、文才はすすごくあったんだと思いますあちなみにこの「かげ日記は」はこの道綱のお母さんが自分の旦那の金重とのね夫婦生活とかについていろいろ書いてるあんまりちょっと金重のことをよく思っていないみたいなね感じの書き方になっている日記です。 そういいった背景ががあるので、まあ、当然教育レベルにも差が出てしまいますよね兼家は道かとか道長の方ばっかりにねいっぱい勉強を教えたりしてくれるので、まあ、道綱が無能って言われてしまうのにはねそういったま父親にあまりこう教育を受けられなかったというところがね大きかったみたいです。まあ、当時のねその朝廷で儀式を執り行ったりするとかっていうのはすごく専門的な知識なんでねあの普通にしてたら誰も教えてくれないわけですからね。まあ、だからこう無能で有名っっってててなしまってますけど、 まあそれはまあ本人の責任ではないのかなというふうに思います。当然貴族としての立場もあまり高くなく、末っの道長にも昇進で先を越されるというようなね状態でした。ただし弟の道長が栄達をね、えー、していく中でともに出世していき、ダイナゴンというね、まあ、大臣の下ではあるんですが、まあ、貴族の中ではまあすごく偉いねポジションについております。 先ほどから名前も出ています小野宮流の藤原実助はですね「小有記」というね、えー、日記を書いているんですが、まあ、その中でこの道綱のことをかなり古典版に書いてます。まあ、というのも自分より先にですねこの道綱の方が出世して大納言になってしまったので、まあ、それをすごく妬んでいたのかなというふうにね文面を見ていてね。 わかりますこの道綱が自分より先に大納言になった時にはもう全く意味がわからないというようなことを言っていますし道綱というのはわずかに苗字をを書き一二を知らざる者なりというふうふに言っていますだから儀式の時とかにこう、ね、自分の名前を、ね、書くので精一杯でもう一も二も知らない何にも知らないやつだよあいつはというような書き方をしています。 まあさらに三条天皇が道長に退位を迫られた時にこの道綱もそこに同行していたらしいんですけどもそれを見た実助はまあ道長が言うのはまだわかるけどこの道綱ごときが天皇に向かってね退位しろなんていうのはもうありえないとぐなりぐなり天見避けがたきかというふうに言ってます。愚愚愚愚かかかかすすすすすぎぎぎぎるるるる大事なことは2回言ってまねね天 天罰が下るぞみたいな、ね、ことも書かれていてもう極めつけには六盗人とまで言われていますまあ、六盗人っていうのは極つぶしってことですねはい、六をはんでるけど別に仕事はしてない盗人だとあただ給料だけもらってる給料泥棒っていうことですまあ、それぐらいひどい言い方をされてるんですね、まあそんな無能で有名な三つ名ですがまあ、弟の三つ名からは信頼されていたようですまあ、いつの日かあ三つ名のことを受訴している人間がいるぞと まあ、五一条天皇の摂取になってて映画を極めてるからねそういう成功してる人間のことは、まあ、みんなネタなわけですけどもいろんな苦行たちがあ道長のことを自訴している呪い殺そうとしているぞっていうねまあ噂が立つんですけどその中にこの道綱も、えー、道長を呪っているみたいなね噂が出たんですで,で、それを聞いた道長はいやそんな道綱があ自分のことをね自、えー、訴するなんていうことは全く信じないぞというふうに言ったということも残ってますんでねそういった記録もあるので。 まあ、腹違いの兄とはいえど無能とはいえど自分のそばでね一緒に仕事をしてくれる道綱のことはあ道永はね大事に思ってたんじゃないかなというふうに思いますもう健忘術数がね渦巻く骨肉の争い兄弟でさえも権力の奪い合いをする中でまあ本当に、えー、数少ない癒しになるんじゃないかなと思ってますのでまあ、この道綱の存在はですね、まあ、非常にね注目していきたいなというふうに思っております さあ本日のお話はここままでででございますいすかかがししたでしょうか同じね藤原氏でもみんなそれぞれ個性がありますのでこうやってねそれぞれの人物を知っていくとドラマを見るのもね楽しくなるんじゃないでしょうか今後もですねこの戦国話では光る君への登場人物の解説お話の解説などもやっていきますので面白いと思っていただけましたら是非チャンネル登録高評価もよろしくお願いするということでそれではまたお会いしましょうさらばじゃ